こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。メルカリ初心者ですが、わからない点が多いです。初めて出品するときの注意点を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。メルカリ出品の初めては、誰でも緊張するものです。私は、まず、自宅でいらないものを出品することにしました。出 出品の時の文章のテキスト文章ですが、メルカリでは出品者のテキスト文章のコピーはアカウント削除の対象になるので、参考になる出品者のテキスト文章を真似、まねるようにしました。商品が売れた時は、プチプチくんで梱包して段ボールで発送しましたが、 もし、プチプチくんがない場合は、新聞紙や自宅にある、いらない雑誌をきれいにして切って、それを梱包紙にして、すればよいかと思います。あと、配送用段ボールは、スーパーやドラッグか、ドラッグストアから、無料でもらってくることができるので、ぜひ、段ボールをもらってきてみてください。ぜひ、試してみてください。 LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサルと10万円稼げるマルヒマニュアルプレゼントします。なぜ10万円稼げるかを詳細に記載しています。ぜひ楽しみにしてください。登録したいにニックネームかスタンプお願いします。よろしくお願いします。本日は最後まで見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。 よろしくお願いします。ありがとうございました。